本日は中学硬式野球チームに密着します。はい、どうも、ショイティーミーです。ベイちゃん、スカサです。こんにちは、ボナルチャンネルのマサです。ボナ、はい、お願いします。お願いします。はい、やってまいりました。今日はどうしました？本日はですね、中学硬式野球取材ということで、呼ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。光栄です。あのね、一人じゃ本当心細いんで確かに前回もリトルの時は大井くんと司を呼んで、そうですね、はい、はい、取材したんですけども、うん、今回はあのモンタナスポーツと一緒にやることになりまして、うん、モンタナさんから、うん、立川ボーイズという元気なチームがあるということで、はい、今日は取材に来ました。もう挨拶から元気でしたもんね。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。超元気ね。しかもあの僕が来るよりスカスが来るよりボナールが来る方が喜んでる。そう、なんか喜びがする。そんなことないですっていうね。全然そんなことないです。知ってる人みたいな。野球 YouTube 見たことあるでしょ。ボナール知ってる人。おお、嬉しいですね。ベイちゃん知ってる人。ショヘイ TV 知ってる人。おはよう。ボナールチャンネルのマサです。ボナ、今日はよろしくお願いします。いいところは全部使って、悪いところは全部カットして、いい感じで編集したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベイちゃんの司です。普段はあともう2人いて3人で、同じように野球の YouTube をやってるんですけど、みんなこのチャンネルにね、あのみんな出ますんでね、ぜひこの3チャンネルのチャンネル登録をお願いします。今日はよろしくお願いします。なんかもう僕らと知恵みたいな。ボナールのね、139万回翔平さんあったんだ。あ、そんなことありましたね。いや、練習なんで練習風景を撮りつつ、はい、実際僕らもあの参加させてもらって、うん、バッティングやら守備やらちょっといろいろいいんですか、やっていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと硬式なんで僕ら軟式じゃないですか。確かに。ちょっとこう投げるのちょっと注意しながらやりつつ、まああのやっぱ大人のねいいとこ見して大人のいいとこ見してやっていきましょうよ。自信ないですね、はい、全く自信ないです。ちなみにあの試合帰り、試合帰りです、はい、朝6時起き、ね、もう、うん、お疲れモード。いやもう全然疲れないですよ。お疲れモードこれからですよ、はい、ちなみにこちらね埼玉県の、飯能市ってとこに飯能、いい感じですね。ではないですね。もう違います。なるほど、はい、いい感じですね。そうっす、立川ボーイズなんだけど、埼玉の飯能っていう名の森がね、いや、素敵な、そう、自然を楽しみつつね、はい、楽しみたいと思います、はい、それでは行きましょう。よいしょ、ゴですね。ちょっとね、反発がある感じ。これ店に持ってる？ベイちゃん。いや、売ってないです。売ってるかもしれないです。どこかね。これだからなんかあれですね、準硬式みたいなイメージ。ちょっと触ってみて。なるほど。硬い。確かに。硬いけどなんか硬すぎず。うんうん。
ったるやったるやったる。来るよ、来るよ、来るよ、来るよ。時間ないっちゃう、ゴー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 。変わったとこ飛ぶの変わったとこ。誰のホームってやつ。誰やね。ホームってやつ。やばいやばい。慌てて。やっと。あんな負ける。誰かホームで。これやった。取るとこまで完璧だったんですけどね。そうあれね。ワンナウトゲッツーじゃん。投げようと思ったらホームって聞こえ。あたふたあたふた。なった瞬間にボールがこうなって。ピーンいっちゃったね。でもこれちょっとギリギリ取れてなかったかもしれないです。あ、もしかしたらよかったっす。見切れたかもしれない。安心してます。やっぱ声かけ大事だね。ショックで大事です。投げようと思ったら、そうとっさの一瞬のね、その一瞬で今入ってなかったってもある。そのすぐ、あ、そうですね。打球まんま強かったから。はい、旦那マスロン、こっちは足が、足が、そうだっす、激走、ちょ全然なんか進まなかった。1塁から粘れ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 瞬速の僕では無理です。フゾーフゾーだとですね。サーバーリアーイホーム行けイエスか行け行けイエスかよっしゃ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 。僕ら来てなんかテンション上がりました。上がった人。あ、おお、よかったよかった。よかったよかった。よかったよかった。動画的に手挙げてくれました。素晴らしい。僕らでまたチャンネル登録してもらって、動画出ますんで、ちょっと楽しみにしててください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。本日は立川ボーイズさんにお邪魔いたしました。選手のみんな本当に元気で楽しいクラブチームでした。
ぜひとも入団希望の方はチェックしてみてください。また行きますので、その時また会いましょう。ありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら、これ、はい、HZ プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日のご視聴ありがとうございます。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではファイヤーズチャンネル。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。